こんにちは、末岡です。今回はですね、ゴルフは左腕なのか右腕なのかっていうことがよく言われたりしますよね。で、これは教える人とか、まあゴルフレッスン YouTuber の人でも意見が分かれているところがあると思うんですが、この左か右かによってその人を参考にするのかを決めてもいいぐらい意見が分かれているところですよね。で、僕の意見は、総合的に見るとですね、まあ、これもですね、別にねどっちでもいいんです。どっちでもいいんだけれども、方針としては左腕を主導にするのか右腕を主導にするのかは決めておいた方がいいです。これはなぜかというとですね、腕がどっちかの腕が半径として機能するんですね。半径、まあ、例えば左腕なんかは伸ばしたままなんで分かりやすいですけど、こう左腕が軸に対しての長さと、手元からヘッドの長さ、これが全体の半径だとしたら、そのままこう半径を保っていくような感じで、右腕が半径的なイメージを持たれる場合は、右腕が半径的なニュアンスを作る場合は、まあ、さっき左腕でやったようなこんな使い方しないですよね。でどういう使い方をするかっていうと、こう、まあ、いわゆる手元からも振り子を揺らすようにクラブをこう回すように使っていくはずなんですね。ですからこの動きをこう主軸に置いて作る場合は右手主導ということになります。で先ほどやった左腕を長く大きく使って体の回転でこう電電太鼓のように紐のように使う場合っていうのと、先ほどの、手元から下クラブを振り子のようにこう、まあ、いわゆるクラブを回して使うような使い方というのは両立が非常に難しいんですね。ですから、どちらかの特性を見て、どっちに合ってるかを判断しながら判断してっていいと思います。ただですね、僕が担当するプロゴルファーとかは激しく調子を崩してしまってから来る人が多いんですけれども、そういう人に対してのスイングの作り直しとしては、まあほとんどが左で半径を作っていく方にシフトしていくことになります。ただですね、やはりほとんどの人が右利きで右が器用な方だから右を使うのが当たり前だと思うんですよね、最初導入としては。なのでゴルフもですね、やはり小さい頃からゴルフをやってそのままプロになっちゃった人っていうのは右手主導でゴルフを作ってきた人が多いです。で、左、その中で左をしっかりやんなさいよって言われてきた人も中にはいるんだけれども、おそらく少ないと思います。で、右手を使わないかっていうと、そう、まあ、もちろんね、パッティングとかショートゲームみたいなもののタッチのニュアンスっていうのは後ろ側にある手の方が出しやすいですよね、実際はね。ただショットに関して言えば、左側の方が半径の長さとしては変わりにくいので非常に再現性の高いスイングができるという意味で、左を使っていくことになります。これはですね、どのような違いがあるかというとですね、まあ、先ほどもちらっとお話をしましたが、右の場合は、体を回していった延長線上で、コッキングを使っていきます。で、コッキングを使ってインパクトに向けて下の振り子を揺らすようにアンコックを使っていくっていう流れになりますよね。こういう流れで、まあ、もちろん綺麗に動くんですが、その時の左手の持つところはここになります。ここの動きが左サイドの使い方ということになりますね。ですからテイクバックで左サイドは下がって上がって下がって上がって下がるような感じになるんで、左サイドはインパクトゾーンで少し待ったがかかるような感じでやるのが右サイドのスイングということになります。まあ、それによってですね、左サイド左肩の開きが抑えられてヘッドが走ってボールが飛ぶっていうのが
右手手動のシステムです。今度は左サイド手動でやる場合はもちろん出だしはね右手動と一緒で体ごと動いてって胸が回りきったら今度は左腕とシャフトがこう右手の役割っていうのはその何ですかね、樽に体が太い樽だとしたら樽に巻きつく時の樽の外側みたいな役目をするんですね。こういうで巻きついた左腕とシャフトが体のターンとともにリリースしていくというこういう感じです。なのでですね、雰囲気ちょっと伝わるかどうかちょっとわからないんですが、まあ、腕とシャフトが、紐のように体に巻きついたら引っ張ればスピードが出るような状態、引っ張ればスピードが出る、引っ張ればスピードが出るような状態、これが左手動のスイングということになりますね。で、これはですね、別に調子がひどく悪くならなければ、まあ、どちらでもそんなに結果は変わらないんですね。どっちかサイドだけ使うってわけではないんですよ。メリットデメリットに関してなんですが、まず右手手動でやる場合はやはり利き手の繊細さが使えるというところがありますよね。あとこう押していくっていう感覚です。で押すってことはこう手を伸ばしきらないでこうなんですかね、体の回転で押していることを感じるような形にしていくということですよね。で左サイドの対する右サイドのそのようなメリットに対する左サイドのデメリットっていうのは当然利き腕じゃないので不器用ってことになるわけなんですけど、でもこれね、不器用っていうのはゴルフではゆくゆくはメリットになってくるんです。繊細さがだんだん邪魔になってくるんですね。繊細ということは、まあ、手のひらのなんか細かい感覚を拾うような感じだと思うんですが、大きい筋肉を鈍く使うっていう点では不器用なんですが、そういうものに動きを任せてあげた方が再現性が高くなる場合があるわけですよね。ワンパターンの動きを覚え込ませるには、繊細な必要はなくて不器用の方がメリットがあるという場合があるので、これに関しては、非常にそのどのように考えるかというところになりそうですよね。あと右が押すってことに対しては左は引いてくるってこと、引くようなストローク、背中側を使って体の回転を使う、まあ、どっちもメリットデメリットあるわけですよね。繊細なことが逆に言うとデメリットになる場合もあるわけですよね。不器用なことがデメリットになる可能性もあるし、メリットになる可能性もある。なのでその辺をどう考えるかということになります。でいつもやってる裏スイング表スイングでいうと左サイドを使ってスイングをするっていう傾向が裏スイングということになります。で右手の手元の下を積極的に揺らして、左サイドはなるべく開かない形で使っていくのが表スイングということになりますね。これはなのでですね、かなり使い手によって意見が分かれるところになろうかなと思います。あとまあ飛距離の面においても利き手の強さを使ってビューンとこうね、まあ、打つ強さっていうのも右手で出せるでしょうし、左に関しては背中を使って回転重視で打っていくという点では飛距離にかなりメリットがあると言えます。ただ利きサイドではないのでフィジカル的に鍛えることが必要になるかも分かりませんよね。なので野球選手なんかは逆にその右利きなのに左で打つことによって左利き腕の強さを使って飛ばしているっていうホームランバッターが意外と多いですよね。まあ皆さんが知ってる選手で言えば大谷翔平選手や村上選手とかも右利きなのに、右手で引っ張っ
手強さを出していくんですよね。で逆に右手の強さを右手の強さをぶつけていく選手っていうのが、まあ、岡本選手であったり山川選手であったわけですよね。まあ、ホームランバッターにも二通りあって利き手でぶつけて、ね、押し込んでいくのか、利き手で引っ張っていくのかで、飛距離の出し方が違う。ただあの背中を使った飛距離の出し方っていうのはあの鍛え方次第でいくらでも伸びていく、左サイドっていうのは不器用な動きを練習やトレーニングで獲得していくっていう点においては非常にプロ向きの作戦かなと思いますね。プロ向きなんだけど結局まあ練習すれば獲得できる見込みがあるので非常にどんな方でもやるメリットあるかなとは思います。ただですね、注意点としてはここからここまでの動きはあんまり変わらないです。ですので胸の前から外れた時にどのように使うかによって、どっち手を手動にするかっていうのは決まると言ってもいいと思いますよね。でおすすめとしてはですね、胸を回し切ったらその後ヘッドや腕は胸からずれていくんですが、右手主導の人はなるべく手元自体も胸からずらさない方がいい。胸の前に、右サイドを使ってゴルフしている人は胸の前から手元もあまりずらさないでそのまま使っていった方がいいです。だから胸、まあ、よく言われる手元が正面にある。で左主導の場合はですね、ここから体に体が樽のようになってて、腕とクラブがもう巻きついていくような形なんですね。でこの樽の直径を右手が表しているような感じなんですよ。樽のこの大きさ、外周の部分が右手で支えているようですね。だから右手の使い方っていうのはこう樽の外周の役目なんです。でそのまま、回っていけば非常にスピーディーに回っていくと、こういう樽の外周がこれは右手の役割です。これがビヤッとこう樽の外周で引っ張ってきちゃう、引っ張ってきちゃうっていう風に、使い方は異なるわけです。で右手主導の場合は左の役割はこの下の振り子が揺れる時にコッキングの内角を潰していく役目が左サイドにはある。コッキングので作ったこのグリップエンド側の内角を潰していく役目が左ですけど、ここから先はあまりこう存在感を出さないでそのまま行かせてあげる。だまあこういう右手主導の場合はこういうスイングになります。こういうスイングになります。左手主導の場合はもう全体が半径にしてこの樽の外周の役目が右手で形作られてそのまま、だからちょっと運用の仕方で言えばだいぶ違うんです。スピードの出し方の違いですよ。なのでこのような点に注意してもらえると左と右の差は少し分かっていただと思います。まあ、今回もちょっと分かりづらい話でもですけれども、公式 LINE では裏スイングのやり始めはこれから始めてくださいねってことが分かる動画を公式 LINE でお送りいたしますので、ぜひ公式 LINE の登録もよろしくお願いします。